どうもクロスロードラボです、今日はですねサントリーがウイスキー事業でインドに参入するというニュースの紹介です。スコッチとバーボンの原酒をインドに輸入してインド北西部のラジャスタン州などにある現地の自社工場でブレンドインド専用ウイスキーオークスミスを発売するということで、インド最大の都市であるムンバイ近郊の町から順次発売する計画を立てていて、2020年には12万ケースだった現地の販売量を2022年には100万ケース規模での販売を目指すということです。はい、でどうしてインドなのかなと思う方も結構いらっしゃると思うんですが、実はですねインドは世界最大のウイスキー消費国なんですよね。でこの統計はですねそんなに昔から分かっていたことではなくて、もともとウイスキーの最大消費国は3億人のね人口を誇るアメリカだと言われていたんですよね。で2位は、フランスでした。はい、ですがなぜ急にインドが消費国1位になったかというとですね、2005年から2006年くらいにインドの統計がだんだんこう整備されてきたんですよね。そして、インドのとんでもないウイスキー量が判明したというわけです。単純にまあ今までちゃんと統計が出てなかったってことですよね。でどれくらいの消費量かというと、市場調査会社、IWSR の2018年の調査によればインドで販売されたウイスキーは2億1300万ケース。まあどれぐらいの量かね想像しにくいと思うんですが、2位のアメリカがですね6900万ケースなんですよね。なので今まで1位だと思われてきたアメリカの、なんと3倍の消費量なんですね。はい、とんでもない数です。はい、今はですねフランスを抜いて3位が日本なんですけど、ウイスキー消費国のね、3位が日本なんですけど、日本はですね1900万ケースです。はい、2位と3位の間でもかなり開きがありますよね。で世界中のですね蒸留所の情報を掲載しているイギリスのモルトウイスキーイヤーブックによると、2017年の世界のウイスキー販売量ランキングでトップ10のうち6社がインドの生産するウイスキーなんですよね。はい、すごいことです。はい、もうこのねランキングを見ても分かる通りほとんどインドのウイスキー。そしてもっと言うとですねトップ25のうち、13社がインドで生産するウイスキーなんですよね。13銘柄ですね。すごい消費量ですよね。トップ25のうち半分がインディアンウイスキーですから、そりゃね消費量1位になりますよね。今はイギリスのディアジオとかフランスのペルノリカールっていう会社が、インドの蒸留所をですね次々と買収しているので、ほとんどの、このランキングに入っているウイスキーの銘柄の親会社は、インド以外の会社です。海外ですね。もともとですねインドはイギリスの植民地だったことがあるので、その時代にウイスキーを飲む文化が根付いたんじゃないかと言われています。まあですがこのランキングを見てもわかると思うんですけど、聞いたことない銘柄ばっかりですよね。まあここまでたくさんのウイスキーが生産されているなら日本でもよく見かけてもおかしくないはずじゃないですか。実はですねその理由は単純にまあ人口が多いっていうのがまず一つ、はい、自国で生産して自国で消費しているっていうのがまず大きな一つ目の理由なんですが、インドのね人口って、2017年のデータではですね13億人もいるんですよね。13億ってどれぐらいかというとですね、国連の発表によるとインドは年間2500万人人口が増えていて、これから10年以内に、中国の14億人、世界最大の人口を誇る中国のですね14億人を抜くと言われていて、世界最大の人口を誇る国になると、言われています。まあ人口が多いことは皆さん知ってると思いますが、数字だけ聞くとすごいですよね。それにですね実はこのランキングに入っているウイスキー、インディアンウイスキーはですねほとんど EU ではですねウイスキーという名前では販売できない独自のものなんですよね。まあ、EU では穀物を原料とする蒸留酒を木の樽で熟成させたものというのが最低限のウイスキーの定義なんですよ。なんですがインドのウイスキーはこの条件をまず満たしてないんですよね。まあ、ちなみにこれは EU 全体のウイスキーの定義っていうことであって、スコッチウイスキーの定義とはまた違いますよ。スコッチウイスキーはもっと
細かくいろいろ定義があるんですけど、まあ、要は以前もね紹介したトップバリューのウイスキーみたいに 10% がモルト&グレーン、90% がスピリッツっていうのでも日本ではウイスキーとして販売できますよみたいな、日本の独自のこの定義ですよね。それは定義というか法律、それみたいな感じですね。ではですね、一般的なインディアンウイスキーっていうのは一体どういうものかというと、サトウキビから砂糖を作る時の副産物、それをモラセスっていうんですが、モラセスについては、以前ねロンサカパっていうラム、これねロンサカパの紹介をした時に少し、紹介したんですけど、ラムを作る時ってこのモラセスを基本的には原料とするんですが、そのモラセスを蒸留したもの、まあ、正確に言うとこのモラセスに水と酵母を加えて発酵させ蒸留したものですね、はい、それに色と、味と香りをつければこのランキングに入っているインディアンウイスキーの完成みたいな感じね。中にはそれプラスモルト、を入れたりモルト&グレーンを入れたりみたいなものもあるんですが、そういうのがまあ一般的なインドで好まれて飲まれるインディアンウイスキーということになります。はい、まあ、これはインドの定義なので、そしてインドで通常一般的に飲まれるというものなので、よその国とはねまたちょっと文化の違いとか流行ってるものの違いとか味覚の違いとかいろいろありますね。はい、なので生産スピードもですねすごい早いんですよね。まあ、ですが今は年にね 7% も経済成長しているような国なので、インドはもちろん世界基準の、モルトウイスキーを作るような蒸留所が現れています。はい、一番有名なのはですね世界基準のシングルモルトを作っているアムルットという蒸留所、そこのアムルットという銘柄ですね、これはすごい、日本でもね普通に売られていますし、スコットランドでもかなり高い評価を受けています。その他にはですねポールジョーンというインディアンシングルモルトも世界的品評会で、たくさんの賞を受賞しています。代表的なのはですねサンフランシスコワールドスピリッツコンペティションにて、ダブルゴールドを受賞するなどかなりね有名な品評会でも金賞を取ったりしてますね。はい、有名なウイスキーの評論家ジム・マーレーさんの書いたウイスキーバイブルの中でも、まあ、毎年出てるウイスキーバイブルの中でもですねアムルットもポール・ジョンも共に高い評価を受けています。まあ、特にですねこのアムルットのアムルットフュージョンという銘柄があるんですが、それはですねウイスキーバイブル2010の中でも100点満点中97点を獲得し、ジム・マーレー曰く、世界第3位のウイスキーと言わしめたほどです。まあ、アムルットについてはちょっといい機会なので、この次の動画でアムルットの紹介をしたいと思います。まあ、こんな感じでインドはですねまだまだこれから魅力的なねウイスキーの市場なんですよね。はい、まだ発展途上ですし、世界的なこうウイスキーメーカー、あとお酒のメーカーペルノリカールとかディアジオもそうですよね、がどん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 参入してきていて、日本はね若干ちょっと出遅れたんじゃないかなと思います。はい、インドではですねサントリーの山崎白秋響などの代表的なねサントリーを代表するジャパニーズウイスキーはですね全然こう現地で浸透してないんですよ。それはなぜかというとインドでは完成したウイスキーの輸入には 150% も関税がかかるんですよね。なので、完成品を持ち込むとかなりね高い値段で売らないといけないことになってしまって、この中間層とかでも全然買えないぐらいの金額になっちゃうんですよね。なのでサントリーは原酒をインドに輸入して現地でブレンドそして生産することで関税をね安くして、低価格帯のウイスキーを作ろうという計画みたいです。まあ、原料を持ち込んで現地で作ると関税が低くなるってことなんですよね。要はだからディアジオとかペルノリカール社がもともと自社のね、スコッチウイスキーとかバーボンウイスキーを、インドに持ち込んで売るんじゃなくて、インドのね蒸留所を次々に買収していってるのはまさにそういう理由ですね。サントリーの広報によるとですねインドはまだウイスキーが食事中に飲まれるっていう文化があまりないみたいなんですよね。インドの方々はお酒をこうじっくりね、お酒だけで楽しむっていうのが、まあ、基本的に、多いとのことなので、
日本でもね、サントリーが流行らせたハイボールを飲食店を中心に定着させたいという計画があるそうです、はい、今はですね、世界的にもあのウイスキーブームなので、よく言われてる5大ウイスキーって言われてるじゃないですか。スコットランド、アメリカ、カナダ、アイルランド、日本とね、よく言われてますけど、その5カ国以外のね、ウイスキーもよく耳にしたりしますし、日本でもね、販売されています。以前紹介したあのニュージーランドのトムソンマヌカスモーク、はい、あれもそうですし、あとはオーストラリアのウイスキーもありますしね、ヨーロッパの各国でも、ウイスキーを作っています。相当もうメジャーになっている台湾のウイスキーカバランもそうですよね。それに台湾ではあとオマー蒸留所っていうのも高い評価を受けていますし、オマー蒸留所じゃないですね、南東蒸留所のオマーというウイスキーも高い評価を受けていますし、まあカバランについてはね、そのうち紹介したいなとずっと思ってたんですが、ちょっとね、近いうちに台湾行ってこようかなと思って、その時に蒸留所ともどもラインナップをね、紹介できればなと思って、ちょっとね、ずっと保留にしてました。はい、ちょっとね、計画的に現実味を帯びてきたので、近いうちにね、ちょっと台湾に行ってきたいと思います。で、これから先もね、どん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 いろんな国がウイスキー作り始めると思うんですよね。もともと寒い地域でしかウイスキーなんて作れないって言われてたのが、亜熱帯気候のね、台湾だったりとかインドだったりが質の高いウイスキーを作り始めたことで、うちの国も作れるんじゃないかと思ってね、作り始める国もたくさんあると思いますし、特にね、経済的に発展しているような国々がもしかしたらウイスキーをどんどん作っていくんじゃないかなと思います。まあ馴染みのね、5カ国以外のウイスキーってうちのお客さんの間でも、ってそれって美味しいのってなるんですよ。インドのウイスキーとか台湾のウイスキーとかってね、まあ結構こう、なんていうんですかね、ネガティブな先入観を持つというか、特に理由はないはずなのになんとなくみたいなね。でもまあ世界の評価だったりとか、蒸留所のね、ストーリー、どういう風に作ってるとか、どういう感じで取り組んでるとかね、そういうのをね、結構知ると結構イメージも変わってきて、今ではね、ハマって飲んでるお客さんもたくさんいます。はい、だからね、ぜひこの5カ国以外のウイスキーにも、チェックしてみるっていうね、まあ、チェックっていうか、認識しておくと意外と先入観も持たないで飲む機会があった時に楽しめるんじゃないかなと思います。はい、まあもちろんこのチャンネルでも飲みたくなるようなね、紹介動画を作っていけたらなと思います。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、ツイッターフォローぜひよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。